平成27年2月7日、今私は福島県いわき市、三崎公園というところに来ています。カメラの向こうに見えるのが、いわき市のランドマーク的存在である、マリンタワーです。今その付近の、駐車場にいるんですけども、こちらの、バックグラウンドの空間放射線量ですね、空間放射線量は、0.12、0.13、カメラで見える、この、測定値です。こちらの道路の、脇には、歩道があります。でちょっとしたこちらに茂みがあるんですけども、こちらの堆積する枯葉に線量計を近づけます。ご覧のように空間線量というか、だいたい地上高から5センチ、今5センチから、20センチぐらいの間で今測定してみました。ご覧のように、線量が 0.3 マイクロシーベルト以上上がりました。あちらの、茂みの方で、線量を測った時には0.3 マイクロシーベルト以上ありました。この茂みが、いささか他に比べると線量が高いような気がします。ではこちらの、堆積しているところ、こちらはどのぐらいあるんでしょうか。今 0.18、 ちょっと近づく、あ、上がりましたね。近づくとだんだん上がってきます。地上高今約5センチぐらいですね。場所によってはこのようにまた極端に高いところがあるようです。このように茂みから離れると線量は下がります。続きまして、三崎公園の第9駐車場というところに来ています。カメラの向こうにマリンタワーが見えます。こちらの、空間線量、まあ、現在 0.1 マイクロシーベルトぐらいです。私の背後に、このような茂みがあります。これに近づいていきますと、線量の方もだんだん上がっていきます。そしてそちらに、あ、ちょっともう上がりましたね。地面の方に、枯れ草などが堆積してるんですけども、そちらに近づくと、ご覧のように線量が上がります。ちょっとピントが合わないな。今地上高約10センチぐらいですね。ちょっと5センチぐらいまで下げてみます。0.7 マイクロシーベルト以上あります。ご覧いただいたのが、間もなく原発事故から、4年が経つ福島県いわき市、三崎公園の、現状です。